こんにちは、アニマルタイガです。今回はですね、日常動画なんですけども、せんくんとはんちゃんとてんくんの日常動画になるんですけど、今回はですね、ラット、僕のお家で、自家繁殖しているラットを餌としてね、与えますので、ちょっと閲覧注意の動画にもなるんですけども、いつものね、日常の映像を撮りましたので、皆さんご覧ください。はい、今日もですね、みんなをお部屋で話しているんですけど、はんちゃんどこ行った？はんちゃんがこちらにいて、せんくんがやはり隙間が大好き。せんくん隙間が好きなの。本当にね、このケージが小さいから、昼間ね、僕が見てる時は出してあげようと思って出してんですけど出してあげても結局狭いところにずっといるっていうね。せんくん隙間がいいの。まあ、やっぱり隙間とかそういうところが安心するんでしょうね。ねえ、せんくん可愛いな。てんくんはというと、何してるんですか？今日は何してんの、てんくん。今日もいい天気だね、てんくん。今日もいい天気だね。今日もてんくんはね、朝、水桶から出して、みんなケージから出したらね、せんくん、はんちゃんに求愛してました。まあでも、どっちかというとせんくんの方に求愛する時のが多いな。うん、そんな感じだね。はんちゃんあ、はんちゃんいた。はんちゃん、おはよう。今日もいい天気だよ。よいしょ、はんちゃん、よいしょ。広いところでどうぞ。綺麗なお顔だね、本当に、はんちゃん。美人さんって感じ。体も綺麗でしょ。真っ白な模様が綺麗だね、はんちゃん。美人さんです。あー、天君登られてる。天君登られちゃったね。さあ、2匹して隙間に入っちゃった。あ、お知らせ食らっちゃった。そしてまた隙間に入ってた。あらららら、らこれね、だからね、結構僕作業しながらこう、たまにね、部屋に見に来たりってするんですけど、こういうところにせんくん、はんちゃん隠れてたりするんで、ちょっと踏んじゃわないかで、ね、危ないんですよね。ちゃんと確認してね、足元とか、たまにこういう芝生とかも膨らんでたりしてて、下にね隠れてたりするんで、ちょっとね、その辺は、まだまだ危険ですね。ちっちゃいので、いろんなところに入れちゃうと、天君はまあどこにいても分かるんですけどね。隠れたがりますからね。どこ行ったんだ。もうどっか行っちゃったかな。ここはまあね、隠れ家とか、あと天君が結構ね好きで、適当にこれ置いてあるんじゃなくて、あえてこうやってね、ふわっとするようにね、置いてあるマットなんです。今日はね、ラットさんたちがせんくん、はんちゃんの食べられるいいサイズに育ってきたので、一匹ずつね、締めてはんちゃん、せんくんにあげたいと思います。いいサイズに育ってきましたね。はい、締めてですね、こっち一匹は、以前にね、繁殖させた子を冷凍させてたものをね、また解凍して、これはてんくんにね、あげたいと思います。こっちの2匹をね、せんくん、はんちゃんにあげます。
はい、持ってきました。まずは水の中にいるからハンちゃんにあげようか。ハンちゃん、カメラ越しで見てたからめっちゃびっくりした。手元が見えてなかった。さあ食べてください。もう水の中で、おお、いきました。ということで、せんくんがね、この中にいるから、せんくん、いで。せんくんおいで。はい、せんくん。よし。後ろから行く？まあまあこのサイズだったらどっからでも飲めちゃいますね。横飽きていく。おー、来ましたね、上手に。まあもうちょっと座ってても全然余裕でしたね、このくらいは。いける感じだったね。はい、ごちそうさま。そうね、せんくん、せんくんごちそうさまね、うん、まだ喉にあったか。よし、最後てんくんあげますか。はい、てんくん、久しぶりだね、ラットさんは。あれ、大興奮だね、てんくん。久しぶりだ、本当に久しぶりだな、ラットあげたの。はい、食べちゃうな。もうね、閉まってるから大丈夫。これカツだった場合はね、こう首振って、でこのラット自体をね、叩きつけて、それで殺したり、まあ失神させた状態で、うお、食べんだけど、もうね、死んでますからね。でも食べちゃって大丈夫だよ。なんか嬉しそう。いいね。さあ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 。ガボ。はい。お上手で。うわ、すごい大きいね。口が大きいね、やっぱり。天空は格別に。はい、ごちそうさまでした。ちょっとまだ首にあるけど、ここね、ごちそうさまってやっちゃうっていう。はい、ごちそうさまね。って感じで、ラットを与えました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ラットはね、非常に栄養価がいい食事なので、僕もね、定期的にね、与えるようにしていて、頻繁にね、あげる餌ではないんですけど、まあ、自分家でね、育てているのがワンペアか、オスメスの親はね、一匹ずつで、まあ、生まれて、ある程度ね、育ってきたら与えるという形で、他で買ってきて僕はラットを与えるってことはせずに、自分家でね、育った、子たちを与えています。で、映像としてね、まあちょっとね、過激かなと、思いまして、締めるところの映像はね、ちょっと省かしていただいたんですけど、まあ締め方、どうやって締めてるんですかと、気になる方のために、まあちょっと口だけでね、締め、まあ今回ね、締めた方法をお伝えしたいんですけども、
締め方僕はまあ2つのね、パターン使ってまして、僕のうちら、マウスとラットをね、自家繁殖してるんですけど、マウスの場合は、首ですね、首のところを、掴んで、2本ねこう掴んで、で尻尾の付け根の方を持ってね、あの結構、付け根の方を持った方がいいんですけど、こう押さえて、で尻尾を引っ張って首の骨をね抜いちゃうんですよ。そしたら、すぐにねこう血も出ずに、締められるという形で、尻尾のね先っちょの方これ持っちゃうと、尻尾結構ねつるって剥けちゃう可能性があるので、そうしたら結構血とかも出ちゃいますし締められないので、根元持ってるこうやって。でラットの場合なんですけど、僕はねラットは結構大きくて力があるので、まあ今回与えたような、ちっちゃいものだったら先ほどのねマウスと同様で、首の骨を抜くっていう方法もいいと思うんですけど、ちょっとある程度育ってくるとねなかなか、抵抗してくるので、やっぱりラットさんもね抵抗してくるので、僕はこういった、角ですね、まあここではやらないんですけど、こういった角とかに、ラットの首の部分がうまく当たるようにバチーンってね、尻尾をラットの尻尾を持ってバチーンって当てますね。でそしたら首にこううまく入ると、綺麗にね締められるんですけど、これねちょっとねまあ実際に見てみないと分かんないっていうところはあると思うんですけど、こうやって首のところがねうまくこう角に入ればいいんですけど、万が一頭とかガンって入ると鼻からね大量に出血しちゃったりするので、結構ねまあ難しいなという、最初やる人には難しいとは思うんですけども、実演とかってこういうのまあなんだろうな、見せることはできないと思うのでね、 YouTube 上でちょっと過激なものになってしまうので、ですけどまあ今のね口頭の説明を受けてね、まあ、自分で締めるって人はあんまりいないと思いますけどね、まあ僕はそんな感じで、やっておりますということで、いかがだったでしょうか。日常のね映像でございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。